日本放送労働組合、英語、ジャパンブロードキャスティングレイバーユニオンとは、日本放送協会の正職員で構成する、労働組合である。連合の構成組織である NHK、関連労働組合連合会、ユニに加盟している。NHK と事実上のユニオンショップ協定を結んでいるため、NHK 全職員約1万1000名中、 管理職とごく一部の経営管理部署職員以外の一般職員の大部分にあたる約8500名が組合員となっている。戦後の自由化の波の中で NHK の職員は1946年2月9日に結成された日本新聞通信労働組合という日本共産党系の組合に組織されていた。一部の管理職も巻き込み読売葬儀に同調し、 ストライキで、ラジオの電波を止めるところまで行い、ついに1946年10月8日、放送の国家管理という事態まで至った。しかし、2.1ゼネストへの参加などをめぐり、組織は分裂し、右与曲折を経て1948年3月2日、日本共産党の排除を公然と歌う、いわば第二組合として、日本放送労働組合は発足した。 1948年11月25日に NHK と引っ放し楼の間に労働協約が締結された。組合の分裂状態が払拭されていなかったため、完全なユニオンショップ協定を結ぶことは叶わず、協会の職員は原則として引っ放し楼の組合員であるという、いわゆる尻抜けユニオン協定であった。1950年7月11日、 日本労働組合総評議会が結成され、引っぱなしろも加入した。かつて、上田明委員長の時代には、非常に強力な力を持っていた。NHK 会長の小野義郎が、1976年当時に、ロッキード事件で問題になっていた、田中角栄元総理の目白邸を訪問した事件では、100万人、署名活動を行い、会長を辞任に追い込んだ。しかし、 後の NHK 会長、島刑事が、報道局長当時の1982年頃から、NHK の聖職員の高級、幸福誌などを税金で賄われている、労働貴族だと批判する声が出てきたため、かつてほどの勢いはなくなった。スピーチ全文掲載、NHK よ、安倍さんが、そんなに怖いのか。元 NHK プロデューサー永田光三氏が、渋谷、 NHK 前で魂の訴え。かつて、安倍総理の介入で慰安婦番組をねじ曲げられた過去を、暴露。インディペンデントウェブジャーナルハット、政治バカ入門、上田明の敗戦記著者、上田明、出版社、データハウス。ありがとうございます。